今日も、えー、神様の御言葉を一緒に受け取りたいと思います。今日皆さん、ノートを見てみると分かると思うんですけども、なかなかのボリュームになっております。Notes, あのこの5つのつ目的 という本に沿って、私このメッセージ、今やってますけども。え、この五つの目的、だから、この永井先生が、以前メッセージしてくださった時に。あ、これ、立候レンは、五つの目的だから、この五つのポイント、よくあげますよね、みたいなことをおっしゃってたんですよね。and when pastor ながい、あの、preached a few weeks ago, he w a s like, you know, in the book, it's five, he, Rick Warren often gives five points in each chapter. ああ確かになんてことを思ってたら3ポイントに5ポイントずつつけちゃって長いことになってしまいました大変です。な <laughs> なので少しししし駆けけ足にりりままますすすどもよろしくおお願いします <laughs>、はいい、えー、一言お祈りしたいと思います <laughs> 様 今日あなたを賛美します。あなたを礼拝します。本当にこの神の家族を感謝します。あなたがこの神の家族の父であり、あなたがすべてを養い、備えてくださっていることを感謝します。Thank y 今日あなたの御言葉のパンを今日一緒に食べます。w この食卓あなたが祝福してください。い Please bless this table. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。Jesus, 今日はですねちょっといろんな話をしたいんですけども、so あの。この前ちょっと考えてたんですね。いろいろこう私にも悩むことがありますけども。 まあよくクリスチャンの人に人生相談するとこういう答えが返ってきます。Advice, ね、どっちしたらいいかなって迷っている時にどっちしたらいいでしょうって聞いたら ask,、oh, like、choices, でどっちが神様の栄光になると思うって聞いたらうん。 わか, <laughs>、like, からんってなるんですね。Like, ね本当にあのもうそういう時にもう神様の栄光って何ってなるんです like,、well, ね。どういうことなんだろうって。ね、今日あの神様の栄光について一緒に聖書から学びたいと思います。Today we want to learn from the、Bible、about from God's glory. learn we Bible

ローマの11章36節にこのように書いてあります。すべてのものは神から出て神に生かされ神の栄光のために存在しているからですと聖書にそう書いてあります。 It says, for from him and through him and to him are all things, to him be the glory forever. Means that everything in this world, including us, were created for God's glory.

ベートーベンの大工がそのベートーベンの天才的なその音楽センスを、才能を表していると同じように私、神に作られたものは神様の栄光を表す存在なんだということなんです。Just like、the それが神様の 栄光を表すす。存在だとととたために作られたというこのの意味ななんですなので私たちはこの神様の栄光ということを知った時に人生が変わるんです。なななぜらこの神のののののの神栄光そのものが私たちの存在の本質なんです。隣の人を見てください。

Glory shines through. ね、本当にそそのののようにに私のそのアイデンティティィを知った時私の人生が変わります本当にこの人生を導く5つの目的やってます。けども本当ににここれはこの御言葉によって

So as we listen to the messages on Sundays, as you talk in your share groups, encourage each other and pray for each other that your lives will change. So with that, let's go straight in and dive into what does the Bible say God's glory is? イエス・キリストこそが神の栄光だと聖書は言っています。ミ言葉にこのようにあります。ヘブル書の一章を3説にこう書いてあります。ミコは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると聖書に書いてあります。イエス様が神様の栄光の本質なんです。 神様がこの一人ごとして神の一人ごとして地上に来られました。その地上でその神様はその地上でイエス様を通してその栄光を表されたんです。だから私はイエス様が 地上でどのように過ごしたかそれを見ることによって神様の栄光の本質を見ることができると思います。まずは今日は、聖書から、イエス様が表した栄光の本質5つを、えー、と取り上げてお話したいと思います。そして、今日は、5つを取り上げて話したいと思いますけど。そしも今日は、5つをてと思います。そして、今日は、5つを取りて話したいと思います。て、今日は、5つを取りました 1一つは愛です。God is love.Yes, o e はその十字架の上で何よりも私に愛を示されました。私が神様を知らない時から、まあ、罪人であった時から私のために死ぬことによって、十字架の上に死ぬことによって、その愛を示したんです。 ローマンの5の8にそのことが書いてあります。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマン5、8、we 私たちのために死んだその愛こそが神様の栄光の表れなんです。 And so the fact that Jesus died for us, the love he showed itself is a reflection of God's glory. This is God's glory. The second one is forgiveness. Forgiveness on the cross, it shows God's love, it shows his forgiveness. イエス様は地上でその十字架にかかる前から人々を癒しながらあなたは罪は許されましたと言いながら癒されました。今日、生産の式を取った時にもこのイエス様の十字架の罪の許しを覚えました。イエス様の十字架は私の愛と私の罪が許されたこの神の許し、その栄光を表しています。 Communion shows the glory of God in the fact that He forgave our sins. Have you tasted the forgiveness of the cross today? This is God's glory, and we can taste of His glory as we experience His forgiveness. 神の栄光の本質三つ目は憐れみです。憐れみです。神様はイエス様は憐れみを持って私たちに接しています。イエス様は確かに地上の上で多くの癒しを行われました。でもイエス様はその癒しの力に栄光の本質を表したのではないです。 聖書には、イエス様のその心がいつも書いてあります。マルコの一書40節に、この皮膚病の人が来たときに、イエス様は、イエス様、深く憐れんでと聖書に書いてあります。 In Mark 1, verse 40, when a leper came to Jesus asking for healing, it says that moved with pity or moved with mercy, Jesus stretched out his hand and healed him. This heart of Jesus that was full of mercy is what compelled him to bring healing. これが治ったらいいのに、これが強くなったらいいのに、そう思うことはたくさんあります。でも、私に何よりも表されているのは、その前の憐れみなんです。癒しは神様の憐れみの結果に過ぎないんです。 and healing is only the result of god's mercy. so we can say that mercy is also the essence of god's glory. the fourth is grace. grace is something that is given to someone who is unworthy of receiving it. our salvation was given through grace. 私はその十字架の救いが実現されています。ヨハネの一章にこう書いてあります。このイエス・キリストの導見した豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。立法は モーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると書いてあります。私が救われたのは恵みによります。 でまた私が祝福を受けるのもそれも恵みによるんです。私はその豊かさの祝福そのものが栄光というよりもその、それを与える神の恵みこそに神様の栄光の本質があるんです。 そして神様の栄光の本質5つ目は謙遜です。The fifth one is humility. 謙遜が栄光これはは人には理解でできないものです、ね、It's a bit hard to understand how humility is glory. 本当にこの神様は。 神イエス様は神であられるのに人として来られたんです。God, God, この人として姿を持ったのが、イエス様なんです。Jesus himself was that, the human who came. はこの人として来られた方に栄光が現れていると、書は書いてあります。So、Jesus, himself, このへりして来た姿に 栄栄光光がが現れてていいいいいいるるなななら私たちが持っているこの栄光というもののとととうも概念を180度変えないといけないと思います聖書にはこのように書いています。It says in the Bible. キリストは神のご姿で、見姿で現れるのに、えー、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分をむなしくして、しもべとなって、人と同じようにさらなられました、人としての姿をもって現れたと、聖書に書いてあります。It says in Philippians chapter 2: Though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. で神だからその高いところにとどまっている中、私たちのところに来て手を伸ばして、共に立ってくれるこの謙遜さに、神様の栄光が現れているんです。Even though God is God, He did not stay in heaven, but He came down to this earth in humility, and we can see His glory in that。この今言った、いつ、愛と、赦しと、あれみと、恵みと、謙遜、イエス様は。 これをこの地上で神の栄光として表されました。でこれが本物の栄光ならばさっきも言ったように私栄光の概念を考え方を変えないといけない。If this is true glory then we need to change what we think glory is. この世で一般的に言われているこの立派で褒められて栄光だと言われているようなものと聖書が言っているものは全く違うんですなので勘違いしやすいと思うんですね、so、なので同時に、えー、と一見栄光っぽいけども栄光の本質とは言えないものを五つここでご紹介したいと思います With that in mind, I'd like to now introduce five things that look like glory, but they are actually not. この in, in a way, they are a reflection of glory, but they are not the essence of glory itself. CA: まあちょっと進めながら話しましょう。だから勘違いしやすいと思うんです。一つ目は強さです。確かに神様は力強いです。神様のその力強さを。 から栄光を見ることもできるででしょうでも、その強さそのものが神の栄光とは言えないと思います。イエス様は十字架にかかったとき、このような言葉を言われました。また 27, 節に27章42節にこう書いてあります。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。 今十字架からから降りてもらおう。そうすれば信じよう。Others, イエス様の強さが、えー、この神の栄光の本質だというのであれば。

もし自分が強くなったらね、力や権力や立場が強くなったら、栄光を表せる、そう思っているなら、そうではないと聖書は言っています。そうではなくて、神様の栄光というのは、私が弱い時に、 神が強くあられる、この神の恵みにこそ現れるんです。Actually, we 神様の栄光,では栄光っぽいけどそうじゃないもの、二つ目が多さです。数の多さというのも、いけそう見えます。 確かにイエス様にも多くの人が従ってきました。一緒についてきて、たくさんの人が救われたと聖書に書いてあります。Bible, でも考えてみてください。It, イエス様自身はたった一人で来たんですで。聖書にこのような歌詞があるんですね。 イエス様が、えっとらわれるときに、とわれそうになるときに、このように言いました。私が父にお願いして、十人軍団よりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですかと、ね。たくさんの人に襲われたときに、じゃあその神のたくさんの軍勢を持ってそれを圧倒することができないと思うかと。 He was saying, Do you not think that I have at my disposal thousands of warriors I can send? God has more numbers, He has a bigger quantity, but He didn't show that.

私が数えるのであれば感謝を数えましょう。今後、ね、何を誇るのであれば、何を誇るれば、何を誇るのであれば、何を誇るのであれば、何を誇れば、何を誇るのであれば、何を誇るのであれば、何を誇るのでのであれば、何を誇るのでのであれば、何を誇るのであれば、何を誇るのであを誇るのであれば、何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  e 誇るのであれば、何を誇るのであれば、何を誇るのであれば、何を誇るので えー、そして、ポイモノ、でも違うモノ、ミツメがウチマカスコトです。The third one that is not God's glory itself is overpowering. アイディウチマカスという言葉を使いましたけども。And I use this word to overpower for a reason. 確かに、イエサマは勝利者だからです。Because Jesus is a victor. イエサマは確かに勝利者です。He took the victory. イエサマは主に死にウチカチマシタ。He、um, won over death. 確かに勝利者です。その意味で。 でもその前に、イエス様は死に従われました。PP の2の8に、自らを低くして死にまでも、十字架の死にまで従われたと書いてあるんです。In 勝った時にしか主に栄光を返せないことはないんです。こここののののののの敗北に見えるようななななそそそそ瞬間その場所ででであったととしてもイイエエスス様様は栄栄光光を表すすすががきまぜら謙遜こそが主の栄光の本質なんです And 四つ目は、 富です確かに神様は豊かな方です。でもその富にその,、えー、この本質があるとは言えないと思います。まあ確かにですね、このいっぱい、えー、こう成功してお金稼いでたくさん献金するんだ、ね。そういうのもいいと思います。悪かないと思います。ただもし、 富が、ね、が成功や地位が栄光の本質だと思うでもこの聖書にはこのように書いてあるんです。But in the Bible it says this. また裕福な人は、主にとっては富が無に等しいことを知って喜びなさいと書いてあります。神様は確かに豊かな方なんです。でも豊かな方に、イエス様はカイバオでお生まれになりました。ではでした私は口座の桁の多さで栄光を表すことはできないです。 でも、聖書に書いてあるのは、このマケドニアの教会にあるような恵みの技に富んだものということが書いてあります。そその教会ででは力力力力以以上上にににににに彼ら自ら自進んで力に応じてまたたた捧げたと熱心にそこにあふれた愛を 示し恵みの技にあふれたものというふうに書かれています。この恵みの技に神様の栄光が現れます。ますそして最後は正しさです。正しさイエス様は確かに義なる方です。イエス様は義です。 Jesus himself was righteousness. ただ、でも、正しさに、イエス様は、固執しなかった。イエス様は自分の正しさを人に押し付けるような方ではなくて、むしろ罪人を招くような方でした。People, to to そして、イエスまは自ら罪人となりました。

イエス様は自分が正しいということにこだわらない。罪のートだと言われてでも十字架にかかったんです。それはイエス様がその十字架で表したかったのが愛だからです。許しだからです。d s o r was o love. この愛に神様の栄光が現れています。 ね、これが神様の栄光の本質なんです。So、皆さん、大丈夫ですかついてきてますか神様の栄光の本質というものが、ね、理解できてきましたか でも神様の栄光がの本質は何なんだろうそう思ってぜひ聖書を読んでみてください。そしたらもっともっと神様のことが分かると思います。そしてまたもっと多くの神様の栄光の本質が見えてくると思います。それでは最後に今日はこれを知った私はじゃあ どのようにこの神の栄光に生きることができるんだろう、そういう話をして終わりたいと思います。そ、so、the 私たちの存在の本質が神の栄光ですから、私たちは神の栄光に生きることができます。 5つの目的の本では、その5つの人生を導く目的というふうに話していますけれども in the、今日はですね、この神様の栄光に生きる5、えー、つの方法として、えー、紹介したいと思います。And 一つ目は、神様の栄光を礼拝することです。1つ目は、神様の栄光を礼拝することです。1つ目は、神様の栄光を礼拝することです。 聖書にもこの神様に生きた捧げ物として自分を捧げてそれが私のふさわしい礼拝となると書いてあります。Romans, 礼拝ということはこれはただ私がいつも神様のこの栄光を見てこれを喜んで楽しんで賛美することです。 神様の愛や憐やれみしをいつも味わうこれが礼拝です。そこにその栄光の人生に自分を捧げるんです。教会の礼拝はもう一週間のうちのたった一日でしかないんです。 この生き方は毎日できます。ぜひ毎日、神様のこの栄光を礼拝しましょう。毎日、神様のこのを礼拝しましょう。二つ目は、神様の栄光を行うことです。のもう一回、神様の栄光の五つのポイントを思い出しましょう。この愛と、憐れみと、恵みと、許しと、

アレマレトヨニアワレミ、メグミを与えられたりメグミを与えて、そのようにしていくことがわたしが神様に栄光を愛すことが返すことができます。We love as we have been loved, we forgive as we have been forgiven, we show mercy as we have been shown mercy.This is what reflects God's glory. <S そして神様の栄光の生きる方法3つ目は神の栄光となるということです。 The third way to live in the glory of God is to become the glory of God. It means that we are being sanctified to look like Christ, who himself was God's glory. セショニモデバタシャエコからエ光へとときますこれは霊なる主の,働きなのだと書いてありますイエライティキマスネコリバセレナルシュナハタラキナオダトカイタリます 許すものとなって、あるものとなって、恵みを与えるものとなって、謙遜になることができるんです。We can be people who show mercy, who are forgiven. その変えられていく中に、私は死に栄光を返けすることができます。a m e ンですかそして、神様の栄光を賜物として、表すことで、私は神様に栄光を返します。 聖書にはこのように書いてあります。4, あなた方、賜物を受けているんですから、さまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を互いに用いて使い合いなさいと。 It says, as each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. It says, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. If we use our gifts in God's glory to serve one another. それは何かすごいことをするっていう意味ではないですよね。でも神様の与えられたこの賜物を用いて愛するということです。憐れむということであって、恵みを与える。それをもって私たちは減り下るということなんです。そのようにたまを使ったときに神様は栄光を表されます。 それは誰かに認められる必要もないんです。誰かに気づかれる必要もないんです。でも、神様はあなたがそこで神の栄光を表したことをご存知です。That that else, そして、最後に神様の栄光を伝えるということです。 The fifth one is to share the glory of God. 2 Corinthians 4, it says, 私は信じています。それゆえに語ります。と書かれている通り、同じ信仰の例を持って私も信じているゆえに語ります。すべてのことは、あなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満あふれ、神の栄光が現れるようになるためですと。 It says, since we have the same spirit of faith according to what's been written, I believed and so I spoke. We believe and so we speak. It is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God. This is what it means when we share the gospel, share God's word. It's not just a, um, sharing information.

愛と許しとととしれみと恵み恵そののの謙遜さががその人にに届いたとき神様の栄光が現れますそれが私、これを同じように受けたものとして与えられた使命なんです。神様の憐れみは 本当に豊かであふれるばかりだからです。God's glory is so big, it is so full. 私はこのようにして、この神の栄光を一緒に表して、一緒に生きていきましょう。So、最後にこの御言葉を読んで終わりたいと思います。

ままた神のそののそ力力ににによよってがが信じるるる働くどどれほど偉大なもでであるかを知ることができますようにこの世にはいろんな輝かしいものがたくさんあります。

この神の本物の栄光が何なのか、いろんなものが覆いかぶさって見えなくなってしまいやす。いですだから私はこれを祈る必要があるんです。神様、私の心の目をはっきりと見えるように開いてください。 あなたが持っているこのあなたの本物の栄光何なのか分かるように目を開いてください。私はそこにたどりそれを与えられているこの望みがある、その飯を受けています。それが私の本物の姿なんですで。今日、一緒にこの目が開かれるように。 一緒におお祈りりしたいでです、so like、to ぜひ皆さんその場でお立ち上がりくださいねっね今日 一緒にましょう本当に心の目がはっきりと見えるようになりますように。もしかしたら、えー、今まで、えー、自分が栄光だと、あ、これ、こうすればいいんだ、でこうしたら偉くなれるんだ、あるいはこうしたら強くなったら、勝ったら何か人よりも。 上に上がったら、栄光を表せるんだって思っていたかもしれない。あた、自分が生きいるときに、いうこは、ああ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 あ、あ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 、あ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 ああああ でも神様の栄光というのはそういうものではないです。でも今日この見言葉に立って私はイエス様あなたに受けたその愛によって許しによって憐れみ恵みそのあなたの謙遜なその手にすがって私はあなたの栄光を開始したいです。 そういうものそういうふうに生きてみたいです。そういう人いたら今手を挙げてください。ありういうござちがいるま,またに、今日私は神様の栄光のために作られたんだということ今日それをしっかり受け取りたい。私は 自分のために生きていた。でも神様に栄光を表す存在なんだということをこのアイデンティティに今日立ちたい。そういう人もいたら手を挙げてください。あなたはそういうものです。あなたは神の栄光を表しています。そのために作られました。今一緒に手を挙げて祈りましょう。 エス様、<Jesus> あなたが表してくださいました、その神の栄光を感謝します。Thank you for the glory of God that you revealed. あなたが私の心の目をはっきりと開いてくださいます。Would you clearly open the eyes of my heart? で今日、今までのこの古い栄光の価値観からあなたの 本物の栄光の価値観にどうか私の足をノえてくださいあなたが表してくれたその愛とクれみと恵みとアしとその謙遜な姿に今日私が立ち返ることができますようにョウワタシガタチカエルコダディキマスヨニ。ウォッタガアラワシテクラタツタ、ソノアイト、アワレミト、メグミト、ユ それを受けた者として今日あなたに栄光を返すことができますように。 That as I have received these things, so that I can show these things and thus bring you glory. Would you change me, Lord? Would you take me from glory to glory to show your glory? I've lived with a different identity from what you wanted for me. Would you change that today, Lord?

この神の栄光のためになって考えたことなかったそうかもしれない。This, you know, s <S でも神様ははっきりとあなたに語っています。あなたは神の栄光を表すためにそれがあなたの人生の目的なんだと。そうではない道を歩んできたかもしれない。 でも、イエス様がその十字架の上にかかって、あなたのために死んで、その古い生き方から新しい生き方に変えられるその道を備えられました。で、そのるその道を備えられました。その罪の許しがあなたに今日与えられています。その罪の許しら

そこから離れてしまったという人でも今日もう一度決心して神様あなたが表している栄光がこれなったら私そこにもう一度行きたい人生神様の栄光のために捧げたいそういう人いたら今手を挙げてくださいありがとうございます あなたのために祈ります。イエス様。<Jesus. S 2> 今日感謝します。Thank you, Lord. あなたが私の生きる目的を今日教えてくださいました。私は自分のための人生ではなくて、あなたに栄光を表すに栄光あなたのを表すために今日生きたいです。私は自分のためあなたの栄光を表すために今日生きたいです。私のために私のために イエス様あなたはその十字架の地によってその道を与えてくださったたたたたこことをを感謝ししままますすす今日イイエエスス様様あああなななが表栄栄光光ににきき信じてあなたを受け入れますこの栄光に生きることができます。よううににどうか私の心に入ってきてきください そしてそのように生きることができるように導いてください。Me, イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。Jesus, 皆さんで一緒に。あめ <Everyone said, S 2>。イエス様に大きな拍手しましょう。はい、それでは最後にこのクリップを一緒に宣言文を一緒に宣言しましょう。I'd like to finish by reading this declaration together. 手を挙げられなかったという人もです、ね、あのこれを一緒に心から信じて宣言したら同じことです。皆さん、一緒に大きな声で読みたいと思います。日本語からせーのイエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。 Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Jesus is my Lord. Let's give God praise once more. And we'll have the end of service announcements now. Thank you very much.